文後中川駅は、大分県日田市天ヶ瀬町郷田にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である。かつては急行、湯部の一部が停車していた、スーパーマーケット併設時の駅舎ホーム。手前が、久留米方面、奥が、大分方面。単式ホーム一面一線を有する地上駅である。無人駅。かつての駅舎には、 無人駅化に伴い JA 系のスーパーマーケットエコープ等が併設されていたが、2011年にスーパーマーケット部分は解体され待合室のみとなった。2015年には駅近郊の出身者のふるさと納税等を資金として、老朽化した待合室の改築が行われ、3月14日に新たな駅舎の落成式が行われた。 新駅舎は木造平屋で、延べ床面積約33平方メートル。1965年度には乗車人員が27万1112人、降車人員が28万2163人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は1万46人、降車人員は1万254人である。1日平均乗車人員の数値は、 各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。旧天ヶ瀬町の中心部より北側の山間部にある。国道210号が久し台本線に並行して駅前を通る。ありがとうございます。